皆さんおはようございます。ただいまから本日の会を開きます。日程第一、これから一般質問を行います。通告順に発言を許します。なお質問並びに答弁は会議則第54条第1項の規定を遵守し簡明にお願いします。なお通告外にわたっての発言はできないことを申し添えます。通告順1、岩永正則議員の丸1、国の方針と本庁の施策の整合について丸2、長与町図書館の建設についての質問を同時に許します。10番、岩永正則議員。皆さんおはようございます。私は2点つきまして質問させていただきます。一つは国の方針と本庁の施策の整合についてでございます。安倍晋三首相は去る1月22日衆参両院本会議で施政方針演説を行われました。テレビ放映や新聞報道により周知の通りでございます。国の方針は地方自治体にも直結しており、国の動向をいち早く見極め、情報収集に努め、手遅れの泣きを務めることは至極当然でございます。そこで、本庁に係る重要な事項として、以下の数点との整合性等についてお聞きをいたしたいと思います。まず一つ、地方創生についてであります。一つは、新農業、新時代の農林水産業では、付加価値をさらに高め、所得の倍増、農地の集約の加速などが示されております。本庁での取り組みの状況と今後の振興農業振興対策についてどうお考えになっておられるのかお尋ねをいたします。二つ目には、中小小規模事業者対策では生産性を高める設備投資については固定資産税を3年間半減する大胆な減税を行うようになっているようにお聞きをいたしております。本庁ではどのような設備投資が考えられるのか、また減税について状況はどのように把握をされておられるのかお尋ねをいたします。さらに本庁の商工業の振興方策について平成28年度の取り組みはどのようになっているのかお尋ねをいたします。3点目に、地方の創生工夫では3月までに全ての自治体で総合戦略が策定されるようになっておりますが、地方の意欲的なチャレンジを自由度の高い地方創生交付金によって応援するようになっているようでございます。本庁では28年度に取り組もうとしている事業とそれに伴う事業費並びに交付金額をどのように想定しておられるのかお尋ねをいたします。二つ目の、1億総活躍への挑戦についてであります。その中の一つ、介護離職ゼロとして介護人材を確保していくようになっています。本庁では介護に係る人材確保は重要な課題と言われております。介護離職の動向と本庁の動向とその対策はどのようになっているのかお尋ねをいたします。二つ目に、希望出生率が国は 1.8 でございますけれども、それに伴う1億総活躍の最も根源的な課題は人口減少問題に立ち向かうこと、50年後の人口1億人を維持すること、子どもの子育て支援を強化し保育の受け皿を整備するとなっておるようでございます。本庁の人口ビジョンでは50年後には 2.14 となっています。いかに人口減少化を食い止め、子ども子育てについての支援強化策をどのように実行していくかにあるというふうに思うわけです。そこで、本庁のにおきます子育て支援策について、どのように考えているのか、お尋ねをいたしたいと思います。大きな2点目として、長与町図書館の建設であります。先の平成27年12月に開催されました第4回朝礼定例会において、
定例会において図書館建設用地の変更取得を行う目的で基金を土地開発基金をですね増額するため長井町土地開発基金条例の一部改正する条例が提案をされ賛成多数で可決されたところでございます。その折私は賛成討論の中でまず大きな問題として建設財源の確保への努力をすべきだ、あるいは予定地が高台にあることで住民からも非常にいろんな話が出ておりますよということ、したがってこの際住民投票条例でも町長が提案すればいいわけですから、そういう条例を制定してですね、住民の意見を十分よく聞く、そういう姿勢が必要だということを指摘をしてきたところでございます。この条例の改正は基金の増額の改正でしかなく、今後町が土地を購入する場合、取得する場合は議会の議決は当然必要となるわけでございます。そこで以下について質問をいたします。取得にあたって相手方との協議についてはどうか、二つ目には土地取得の議会への提案時期はいつか、図書館の建設はいつか、この3点をお聞きをいたしましたが、初日の町長の説明でですね、取得の議案の中で相手方との協議の状況、こう契約を結んでおったということ等が出ました。そして当然2番目には提案はいつかというのは今議会ということで理解をいたしておりますが、議事録に残すためにもご答弁方をですねよろしくお願いいたします。以上です。長谷町長。皆さんおはようございます。今日本議会の最初 のご質問者であります岩永議員のですね質問にお答えをさせていただきたいと思っています。1番目1点目のですね、農政新時代の中での本町の農林水産業の取り組み状況と今後の農業振興策というご質問でございます。これは第190回のですね、国会の中で、安倍内閣総理大臣がこの施政方針の中で、若者が将来に向けて、希望を持てる農業へと改革をするというようなことをおっしゃっております。それを、農政新時代という言葉で表現されているわけでありますけれども、それに対しては、4つの点からですね、その農政新時代というようなことが表現されると思います。一つ目は農産物のブランド化、そして、二つ目が加工品等の独自産業化、そして三つ目が担い手への農地集約、四つ目がその農地集約によります大規模化、大区画化というようなことが打たれているのではないかというふうに思っております。本庁におきましては、何といっても、この柑橘類が基幹産物であります。外国産とのですね、差別化を図ると、いうようなことが最も重要だろうということで、甘味を増す、いわゆるマルチによる、糖質性被覆資材による品質向上というのが一つあります。それから、競争力のある品種への、品種改良と、こういったものもあるだろうと思います。そして、出荷時期を遅らすことによりましてですね、この高単価をつなげていくというような冷風低湿貯蔵技術、こういったものの確率普及というのがあろうかと思いますけれども、ブランド化によりまして、この付加価値を高めた農産物の生産をですね、今後も町としては支援をしていきたいというふうに思っています。そしてまた、本町農業を次の世代に継承するということも大事かと思います。そのためには、機械の省力というものも図っていかなきゃいけないというようなことでですね、園内道等のですね整備事業、あるいは小規模基盤整備事業ということをですね、つまり、受園地基盤整備の調査、検討と、こういったものが、喫緊の課題になってくるんじゃないだろうかというふうに思っています。そういった中で、県営感覚の優れたですね若い方々へですね、農地集約、あるいは規模拡大を視野に入れた基盤の強化と、こういったものも図っていく必要があるんじゃないかというふうに考えております。町としましてはですね、年々売上を伸ばしております、その農産物直売所における地産地消、
こういったものを推進するためにですね、落葉果樹苗木購入の補助、あるいは野菜牡蠣の苗を補助する畑作物拡大事業と、こういったこともですね、やっておりますけれども、今後とも続けてですね、農家の所得向上につなげていきたいというふうに思っております。それから、平成28年度から新たな特産品と期待が持たれておりますオリーブ、こういったものもですね、商品開発をしていこうということでですね、まあ、ジャム等々の既存加工品の瓶とかラベル等、こういったものをリニューアルしまして独自産業化へつなげていきたいということでですね、このオリーブあるいは、新しいその瓶とかラベル等のリニューアル、そういったものを通じましてですね、独自産業化というのをですね、図っていこうと思っております。そしてまた今後とも国県税営などのご指導を仰ぎ連携した取り組みを行っていきたいと、そのように考えております。次に、2点目でございます。そのご質問の中小小規模事業者対策の設備投資の減税ということでございますけれども、まあ、現在国会ではそれをまあ審議中ということでございます。まあ、どのような設備がですね、この中で、対象になるのかということでございますけれども、まだ明確されていない状況でございますので、今後とも国会の審議状況をですね、注視をしてまいりたいというふうに考えております。まあ、本庁における28年度の商工業に対する実施予定の支援策ということにつきましてはですね、公共事業における地元業者使命ということで、地元業者への配慮をしておるということでございます。それと小規模修繕等契約希望者登録者制度、あるいは小規模企業振興資金および創業資金支援資金などの低金利による融資制度、そしてまた資金融資に伴う利子補給補助金、商工会をはじめ、まあ、金融機関など関係機関と連携をいたしまして窓口相談をすると、そして支援セミナーや企業相談会、専門家による個別指導などを通しましてですね、既存事業者の振興あるいは起業しやすい環境づくり、こういったものに取り組んでまいりたいというふうに考えております。続きまして、鵜の問題でございますけれども、まあ、地方創生交付金による平成28年度事業ですね、でございますけれども、国は、まあ、地方版総合戦略に位置づけられた、まあ、先駆性のある、取り組みを円滑に執行できるようですね、平成27年度の補正予算、これをもちまして、地方創生加速化交付金というのを、作りました。まあ、これは地方公共団体の実習的、主体的な取り組みをですね、支援するということで、全国で予算額は1000億、そして補助率は10分の10、いわゆる 8% の補助ということでございます。昨年度、地方創生先行型交付金というのが実施されましたけれども、それと同様ですね、全額を新年度へ繰り越してですね、執行するというようなことでございます。この加速化交付金というのはですね、まあ、一つは官民共同、あるいは地域間連携、政策間連携ということでですね、そういった要素が盛り込まれた事業でですね、この非常にこう先駆性というのを求められた事業でございます。さらにですね、将来的には行政から独立してですね、補助金に頼らず自立してやっていきなさいというようなことでございまして、非常にこうハードルが高い、そういった交付金の制度でございます。まあ、本庁はこれに対しましてですね、コミュニティバスまたは乗り合いタクシーの導入事業をですね、交付申請をしておるところでございまして、現在内閣の方で調査検査中でございます、審査中でございます。この内閣府が定める評価基準を満たしていると判断された場合は3月中旬にですね、交付決定がなされるというような手順になっております。事業費はおよそ3600万ということでございます。続きまして、介護離職の動向とその対策ということでございます。まあ、介護離職というのは、介護を理由といたしまして離職あるいは転職を指すわけでございますけれども、厚労省の調査では毎年約10万人の介護離職者がいらっしゃるということでございます。まあ、そのうちですね、自分の希望などで離職される方が4万人、野望を得ず離職される方が6万人いらっしゃるわけであります。その6万人のうちですね、介護サービスが利用できなかったために離職されるといった方が1万5000人いらっしゃるわけでございます。まあ、国が示しております一億総活躍社会の実現に向けた介護離職ゼロ
施策の基本的な考え方というのは2つございます。1つは介護サービスの確保、そしてもう1つは働く環境改善、家族支援と、この2つの施策をですね、国が示しておるわけでございます。まあ、十分に働ける方がですね、家族の介護のために離職せざるを得ないという状況はですね、希望する者が働き続けられる社会の実現を目指すということによってですね、やはり置き換えられなければならないだろうというふうに思っておりますけれども、国レベルの話ではですね、介護サービスの確保では、現在の第6期介護保険事業計画における、施設整備計画およそ38万人分の前倒し、それとですね、その前倒しによります設備、施設整備の加速と、さらにですね、それに10万人を超えまして、その10万人の住宅、在宅施設サービスをですね、ご案内で整備するよう支援するということでございます。そしてまたそれに伴う介護人材の追加確保、そしてそれに合わせまして、介護ロボット等の効果的な活用による介護従事者をですね、支援していこうということでございます。2つ目の働く環境改善、そして家族支援ということではですね、介護休業制度の見直しですね、すると介護休業給付率の引き上げ等々でですね、働く側の環境改善に向けた制度面での見直し、働く家族に対する相談支援の充実と、こういったものを図るとしておるわけでございます。国はこの方針を示す中でですね、次の第7期ですね、30年度から始まり第7期計画策定に向けてですね、介護離職との関係を含めた形での、地域の介護ニーズの把握の手法、計画への反映方法を本年度の秋頃に示すということを予定しているということでございます。本庁におきましても、これら国の動向を注意しながらですね、適切な時期に第7期計画を決定いたしまして、介護保険制度の円滑な運用にしていただきたいと、そのように考えております。次に、本庁における子育て支援策につきましてでございます。平成27年から5カ年計画でありますところの子ども子育て支援事業計画、並びに町人仕事、総合戦略というものに基づきまして、保育の受け皿の確保、子育て世帯の経済的支援、そして地域子ども子育て支援事業の充実と、こういったものを図りですね、安心して子ども子育てができる環境整備に努めていくことが重要であると、庁としては考えております。そのためにはですね、最優先課題といたしましては、仕事をしながら子育てができる環境づくりということで、保育所整備に取り組んでおるところであります。平成26年度末におきまして、保育所数はですね、7円、定数820名でございましたけれども、今年度は10円、それに981名と161名分をさらにですね、確保することができました。今後も継続いたしまして、保育の受け皿の整備というものについてですね、努力をしていきたいというふうに考えております。次に幼児教育無償化の実現に一歩ずつ進んでいくためにもですね、母子および多子世代のうち、低所得世帯を対象にですね、保育料の軽減を図っております。さらには医療費助成拡大を図るなどですね、子育て世帯の経済的支援に努めてまいりたいと考えております。また、子どもを持つすべての親、これから子育てをしていくすべての世代の方々にですね、長与町が安心して子育てをしていける町であることを広く発言するためにですね、子育てガイドブック、大きくなれというのがありますけれども、この改訂版の発行、それとウェブ版を作りまして、子育てに関する各種制度の案内、そして相談窓口ということを通じましてですね、親子ヨガや親子リトミックなど、親子遊びをはじめましてですね、手遊び、リズム遊び、読み聞かせなどなどですね、たくさんの事業を紹介いたしまして、子育てに喜びや楽しみをより実感していただけるよう、進めてまいりたいというふうに考えております。次に、図書館の建設についてでございます。取得にあたっての相手方との協議について、土地取得の議会への提案時期についてのご質問でございますけれども、えのきの花土地価格整理組合よりですね、平成23年に出されました事業にかかる要望書の回答書に記載があるとおりですね、金額、面積、期間につきましては、昨年来よりこの組合とですね、協議を重ねてまいりました。そこで今般、現地の確定測量が終了しましたので、
本会におきまして土地取得の契約について議案を提出をさせていただいているというようなことでございます。次に図書館の建設でございますけれども、議員ご案内のとおりですね、町では現在事業契約中、進行中でありますところの都市計画道路西高田線、それにかかります橋梁の仮設、また高田南都地殻整理事業の早期完成など喫緊の課題がですね山積している中でですね、図書館建設にあたりましては有利な国交補助の活用というのが、これは絶対条件になるわけでございます。そういう中で実施していく事業のですね優先順位も考慮しながら、これらの事業について一等の目処がつき次第ですね、図書館建設の着工へとつなげていきたいと、このように思っておるところであります。それから新図書館の具体的な案、あるいは維持管理費はどうか、現状と比べる、これはあってますか、失礼しました。でいいですね、はい、わかりました、以上でございます。柳永議員、いろいろ詳しくですねご説明をいただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思うんですが、農業関係でですね一二点お尋ねをしたいというふうに思うんですが、環太平洋連携協定、ご存知の TPP ですね、これが10月に大筋港合意がなされまして、2月の4日に調印式がですね、甘利さんは行けなかったようでしたけれども、予定通り調印式が行われるという報道がなされております。で特に長屋につきましてはですね、知っての通りみかんの歴史も200年以上経っておりましてね、やっぱり長屋の産業といいますとみかん産業が主であると言っても過言ではないわけでございます。ところが和歌山とか愛媛とかですね、静岡県、私も何回も行ったことがあるんですけど、農業委員会のところはですね、一緒に若い者と一緒に寝泊まりまでして研修もした経験もあるんですが、ここは特に糖度の高い品種の開発とかですね、検査の徹底とかですね、そういうものを改めてですね取り組んでおられそうでございます。でこれらの取り組み等についてですね、調査を、ここは新聞でも報道されておりましたのでね、調査をされておられるのかどうかですね、そのあたりをお聞かせいただきたいというふうに思うんです。それが一つと、またですね、輸出に向けた取り組みとして、みかんにおきましてもですね、この TPP をにらみながらですね、品質改良や完熟栽培でですね、この先ほどちょっと町長も言われました糖度をですね高めるなどのですね、そういうことが行われているようでございます。これらの取り組みがですね長屋町でどのようになっているのか、合わせてお尋ねをしたいと思います。高島農林水産課長。対応いたします。2番目のですね、高糖度に対しますですね、取り組みといいますか、そういう状況でございますけれども、長崎製品農業様に問い合わせを行いましたところですね、町内におきましては通常でもですね、町長の答弁にもございましたように通常からシートマルチ栽培、または高糖度につながる陽明散布等のフィガロンといいますけれども、そういうことで対応を図ってまいりましてですね、町内農家の方、農家みかんの生産者の方はですね、大多数の方がご使用されて、高品質みかんに取り組まれております。さらにですね、また越冬に完熟栽培といいましてですね、袋分けみかんというのがございます。そういうのにもですね、農業者の方が、町内では少ないんですけれども6名の方がですね、栽培面積としまして 1.4 ヘクタールと
というようなことで取り組まれていらっしゃいます。そして単価ですけれども、単価につきましても手取り単価でございますけれども、キログラム当たり600円20円前後というようなことで取り組まれているような状況でございます。以上です。柳永議員。この静岡とかの報道がなされておりますけれども、その調査はしておりませんかという質問を一点したんですが、回答がなかったようですが。長島は農林水産省。すいません、お答えします。調査等はですね、特にすいません、行っておりません。柳永議員。ですね、多くは申し上げませんけれども、今の長井町の取り組みをですね、言われましたけれども、一つもう少しこう完熟におけますですね、技術的なもの等もですね、長寿新聞あるいは農協と連携を取りながらですね、この6名の 1.4 ヘクタール、単価620円、こう言いますとね、これは相当なやっぱりこの収入になるわけでございますのでね。十分研究長もですね、しまして、今後特に支援をですね、していくように要望しておきたいというふうに思うわけでございます。次に、農地の集約化についてですね、お尋ねをしたいというふうに思うんですが、昨年、平成26年に、農地中間管理機構、県がですね、農地バンクですね、これは設立をされまして、農地の集約をですね、進められてきておるようです。これらについて県の全体の動向なり本庁のですね、実施状況等について把握をされておられればですね、ご回答いただければというふうに思います。赤島農林水産課長。お答えをいたします。農地中間管理機構に伴いましてはですね、農地中間管理事業の推進に関する法律ということでですね、始まったわけでございますけれども、県の状況でございます。長崎県内の状況でございますけれども、今年1月末の状況でございますけれども、農地中間管理機構がですね、借り入れをされた面積は1991ヘクタールでございまして、そのうち の農地のですね、借り受け希望者の方ですね、が4768ヘクタール希望されております。しかし機構が貸し付けた面積は1967ヘクタールとなっておりまして、担い手の集積率は 41.3% というようなことになっているようでございます。本庁ではですね、取り組み状況でございますけれども、農地中間管理機構がですね、借り入れた面積は 0.7 ヘクタールでございます。農地の借り受け希望者はですね、14ヘクタールございますけれども、機構がですね、貸し付けを行いまして、マッチングを例えばしようとしている面積がですね、0.7 ヘクタールということで、担い手の集積率はですね、5% ということで、低い状況となっております。以上です。柳永議員。ですね、私の手元には、27年5月のですね、27日の付けの、新聞でですね、実施状況等をですね、報道されておられるんですが、借り受けの希望がですね、2748ヘクタールあるそうでございました。そして貸し出しの希望がですね、1860ヘクタールですね、があるそうでございます。そのうちに機構がですね、借り受けたのは565ヘクタールで、機構が貸し付けたのは555ヘクタールというですね、借り受けたのはほぼ貸し付けたようなですね、数字になっておるようですがございますけれども、この点はですね、もう一回の答弁は求めませんので、
もう少し正確なですね、状況をですね、これは長崎地域とか県北とか県南とかですね、島原とか離島とかですね、区分けをしながらね、明確に数字を出しておられます。特にもう長崎市営地域につきましては貸し付けた面積は17ヘクタールのようでございましてね、非常に少ないですね。したがってですね、多いのはやっぱり島原半島ですね、この辺りが多いようでございます。で、言われるように 0.7 という数字でございまして、なかなかですね、この国が考えるような農地の貸し借りというのはですね、こういう都市均衡の中ではですね、非常にこう定着をしていかないのかなという長年斡旋事業という農業会事務局長も来ておられますけれども、農地の斡旋事業という以前はですね、双方が農業会が斡旋をしましてね、貸し借りをして、それでそうすると税務関係で税務署あたりもその減額をしてですね、やるような形がずっと来まして、そしてこの県がですね、今回の機構を作ってですね、よりこう推進をしようというこうそういうの流れになっておるようでございますけれども、なかなかうまくいかんなというのがですね、実情でございますけれども、なんか町長、今後の見通しなりですね、もしお考えがあればご答弁いただきたいと思います。吉田町長。今議員がおっしゃるように、長与町はどうしても準の農村地帯なんですね。今おっしゃったように、南島原とか、いろんなところは農業基盤が随分整備が進んでおります。その中で長与町としても農業支援センターというのを作りましてですね、国のそういった循環管理機構の情報とか、あるいは法律とか、そういったものが変わったときに、逐一ですね、農業の生産者の方にですね、お知らせをしまして、できないかどうかですね、お話をしているところでございまして、今回のですね、基盤整備、そして宅地の集約化ということにつきましても、農業支援センターのがですね、やはり各農村を回りまして、いろんな形の会話をしながら、どなたかこう畑を作りたい人はいないのかどうか、そういったこともですね、お尋ねをして回っているというような状況でございましてですね、どうしてもやっぱり大きな農村地帯とですね、少しやっぱり異なる部分もあるのかなというのがいう思いでございます。岩永議員。言われますようにですね、こういう長井町の実態の状況をから考えますとね、貸し借りというのは非常にこの所有権に対するですね、意識というのが強くございますですね、したがって貸そうと思ってもなかなか貸せないという、そういうこともあろうと思うんです。ただその懸念されるのがこの耕作放棄地ですね、そういうものがかなり今日ですね出ております。したがってこれがそのまま放置されますとね、その隣接のところには大変な迷惑がかかるわけなんですね。水田にしましてもそうです。従いましてですね、もう要望になるというふうに思いますが、もう少しそのあたりはですね、十分こう対応されておられるというふうに思いますけれども、少しですね、農業委員の皆さん方とも含めてですね、力をお借りをしながら、よりですね、一つ腹を据えて、その解消にですね、対策に努力をしていただきたいということをですね、申し上げておきたいというふうに思います。回答はいりません。それから、いのですね、中小小規模企業の関係でございますが、国においてはこの市長の演説の中にもありましたように、中小のですね、26年にありましたこの競争力強化法ですね、これとは別にですね、小規模のですね、中小の企業版の競争力強化法をですね、制定をするというふうにですね、表明をされておられるんですが、何か国の方針となりですね、動向なりを把握をされておられるのかですね、お聞かせをいただきたいというふうに思うんですが、町長がですね、
施政方針で言われました、先ほど言いました産業競争力強化法ですね、これで、まあ、のことを若干申されましたけれども、これとはですね、ちょっと異質であるようです。もっと小さなですね、小中小の規模、企業を対象にした強化法を別にですね、定めるということがあるようでございますが、そういうことの情報を得ておられるのかどうかですね、お聞かせをいただきたいと思います。田平税務課長。お答えしたいと思います。現在、この、中小企業と経営強化法、まさに今、参議院に移ったんですかね、審議中でございまして、これがどのように変わるか分かりませんけれども、内容案としていたしましては、中小企業等が、経営力向上計画を作成しまして、国に申請をします。その申請によって、国から認定を受けた場合、その中小企業が、新たに設備投資をする機械装置、こういったものの、固定資産で、焼却機械装置の焼却資産になるかと思いますけど、それが、議員がおっしゃっている通り、3年間の半減ですか、3分の1の課税標準額を減税するという案で、今まさに国会の方で審議されている状態だと思います。で、新たにその企業がその工場計画を作成して国に申請するかどうかも、まだ現時点では私たちの方では分かりませんし、そういどういった設備、案としてはベルトコンベア、大型ベルトコンベアとか、そういったのが上がっているようですけれども、それが実際、企業さんが設備投資するかどうかもまだはっきりしておりませんので、まだ現状は今のところ把握しておりません。以上です。岩永議員。一つですね、これが出てまいりますと、当然商工会等ともですね、協議は必要だろうというふうに思いますので、十分横の連携を取りながらですね、受けるものがあればですね、受けまして受けてですね、それでは進行に努力をしていただきたいというふうに要望しておきたいというふうに思います。そこでですね、長井町の商工業振興ということの質問をしておりますので、その視点からですね、提案を含めて、質問をさせていただきたいというふうに思うんですが、この点は事務的なものではない、徐々の政治的なですね、考え方が優先するのかなというふうに思うんですけれども、現在、長井の商店街はですね、16メーター街路と裏の道路に挟まれたですね、地域にこうなっていますですね。で、それでは駐車場が一つは不足をしておるというのがですね、このネックになっておるんじゃないかなというふうに私はこう分析をするわけです。そこでですね、はっきり申し上げまして、あそこに二棟のですね、市場がございますですね。これちょうど私農民会局長しとるときにある人から相談を受けてですね、ある一棟はですね、そこには市場を作ろうという、作ったらどうかという提案をしましてね、作られたわけなんですけれども、最初はもう非常に正解でございましたね。最近はもう1、2件しかないわけなんですね。そういう状況でございますので、この一帯にですね、一本大きな道路を入れてですね、前の企画部長とも話をしておったんですが、意見がこう合致をしましてね、私もぜひそう思ってますよなんて言ってましたけれども、ここに一本道路を入れますとね、非常に利便性ができますし、そこにまた空間もできるわけなんですね。そういうことから、時にはそこを交通止めをしてイベントをこうやるとかですね、そういうこともできますし、この人の交流というのがですね、できていくわけです。したがってそのあたりをですね、考えて人とは行くべきではないのかなというふうに
思うわけでございます。これは人の土地でございますからね、財産ですから、勝手なことを言われないということはですね、十分認識をした上で申し上げておるんですが、当然その地主の皆さん方との協議がですね、大前提になるということはもう言うに及ばないわけでございますけれども、十分そのあたりをですね、以前は若干意見をですね、企画部長も聞いておったような状況もですね、耳にしておりました。でよりこう具体的にですね、そのあたりを十分こう調度して全体的なですね、議論を踏まえられましてね、地主さんとの協議を前提に、なんとかこう方向が見出していればいいなというふうに思います。また駐車場がこう不足につきましてはですね、これもやむを得ないんじゃないのと言ってしまえばしまえなんですね。そうじゃなくして、町営の駐車場もですね、今こうあるわけですね。でこれは定期的に貸し出しをしておる部分もありますけれども、住吉あたりでもあるものをこうもらえばですね、駐車料が無料になりますですね。その代わりそこの店が当然負担をするというような形になろうというふうに思うんですが、そうした商店街とのですね、話し合いをもとにですね、なんとかこう住民の側に立ってですね、利便性を高めていくような、そういう施策が必要じゃないのか。これはもう全部その駐車場を無料にしろということではなくしてですね、消費者には無料で使ってですね、それをその負担をどうするのかというのは商店街と町との考え方、協議の結果だろうというふうに思うわけでございますから、ぜひですね、そういう検討も重ねていくべきではないのかというふうに思いますが、この点考え方をですね、があれば町長のお考えをお聞きをしたいというふうに思います。鈴木副町長。はい、議員さんご指摘の通り、せっかくの市場がもう一軒か二軒しかないというのは本当に寂しい限りでございまして、以前町長も地主さんとお会いして協議をさせた経過もございます。ただ地主さんが今さら借金までしてどうっていうふうなですね、あまりこう新たにそこで商売をしようとか、そういう考えがあんまりないのかなという思いを町長と一緒にお話だけさせていただいたんですけども、そういう思いがあります。それから町営駐車場ですけども、あそこは以前まだお店がたくさんあった頃、当時30分無料とか、50円の回数券をというふうなですね、そういう措置をした経過がございます。ただ結果として、なかなか駐車場地下に行って、それからまた道路を渡らないかんということで、お店の方に券を買っていただいて、30分無料になるように、回数券を渡していただくような、そういうことも以前やっておりましたが、なかなかどうしても道路にポッと止めてちょこちょこっと買うだけやからということで、そういうふうな状況でですね、まあ、結果として町営住宅の方の収益も上がらなくなりまして、まあ、今ご指摘がありましたように定期駐車をするような形をしたりしておるところでございます。まあ、今後は商店街がどれくらい店舗が増えてくるか、それによってはもっと町営駐車場の活用等々もできるんではないかと思っておりますので、まあ、今後そういうものにつきましては、研究を重ねていきたいと思っております。岩永議員。この点ですね、十分こう検討をですね、していただければというふうに思います。時間が足りませんので飛ばしまして、子育てについてですね、お尋ねをしたいというふうに思います。子育ての中で医療費についてですね、施政方針でも小学校までということでですね、拡大をしておられたようでございます。おられるようでございます。特に人口の減少をですね、食い止めるという意味からはですね、将来食い止めて将来ともに安心して子どもができ子育てができるような町で
なければならないという考え方をですね、基本的にしておるんですが、現在その就学前のまではその2割でですね、就学後は3割、この制度にのっとって、まあ、県の要項によって、1日800円なり月1600円ですね、これをその県で、都庁でですね、おのおのその折半をしているという、今、制度でございます。ところがですね、この前、新聞、著書を見られたというふうに思うんですが、松浦氏がですね、高校生まで拡大をされましたですね、これはというぐらいですね、びっくりしたんですが、ちょっと順序を追ってですね、質問したいというふうに思うんですが、現在26年度のですね、までの女性学がですね、未就学時ですね、これについて、どの程度の負担になっているのか、簡単にですね、時間ございませんので、いくらということで、次に行きますので、分かっておれば、答弁願いたいと思います。村田副士課長。はい、乳幼児の分で年間5480万となっております。以上です。岩永議員。それではですね、小学校まで拡大をした場合にですね、この5480万プラスのいくらになるのか、あるいは中学まで伸ばしたらですね、いくらになるのか。村田副士課長。はい、小学生だけで約2000万、中学生までで約2900万と見込んでおります。以上です。柳永議員。町長ですね。去年の11月の26日、27年のですね、に新聞にこうしてですね、これは各市長によ聞かれての報道だろうというふうに思うんです。ここにですね、各市長の実態をですね、あからさまに書いてあります、全部ですね。で、その中で、長井町は検討中というね、答弁をしておられたと思うんです。その検討の結果、小学生まで、今回ですね、拡大をしましょうという、そういう施政方針でですね、言われまして、ああ、そうかというふうに思うんですけども、現在ですね、医療費のその拡大についてはですね、ずっとこう見てみますと、中学生までが主流でですね、これは女性拡大は全国的な潮流とも言われていると、こういうことであるようでございます。したがってですね、まあ、検討の結果、小学生までということでございますのでね、それはそれで前進をしたのかなと、これを評価できるだろうというふうに思うんですが、私の考えはですね、今長崎県でですね、小学生までとするのは長井を入れたら、長崎市と大村市とですね、長井町ですね、こういう状況になります。それで、中学生まではですね、どうなったのかといいますと、島原、平戸、五島、西海、雲仙、南島原、小治賀、佐賀、これ中学までですね、こういう状況にあります。まあ、幼児、乳幼児だけという、中学前というのもありますけれども、大体、そういう状況になると、だから後追いのようなですね、まあ、長井もようやく小学生までということでですね、他から比べますと後追いになっておるような後追い行政なのかなと、長井の特徴なのかなというのは逆にですね、思うんですけれども、やっぱり今後中学までですね、ぜひ拡大をしていくべきであると、これは潮流であるというですね、状況にあるわけですから、この点長々ですね、せっかく小学まで拡大したんじゃないかと言いたいだろうというふうに思うんですが、ぜひですね、中学校までね、拡大するような方向で今後検討をですね、していくべきだろうというふうに思うんですが、見解をお聞かせをいただきたいと思います。村田副士課長。はい、本庁におきましても、
中学校までとか高校までとかいろんな検討をさせていただきました。その中で医療費経済的な支援を行うということは少子化対策に非常に有効であるということで検討もさせていただいたんですけれども、他にも子育て支援というのはたくさんのメニューを長与町の方やっておりまして、優先的な優先順位等をですね勘案をした結果、今回はすみません小学生までということで結論を出させていただいたところです。以上です。柳田大臣。ですね、これはもうこの町長の考え方にですね、政治的な考え方にもよるところが大きいわけでございますが、所管のですね課長が答弁をされましたけれども、所管としてはですねやっぱり現実を十分踏まえてですね、そして先に先に行くようなですねそういう努力をねしていくべきだと。だから優先順位を云々というのはですね、ある部分で分野で優先順位をつけていくわけでございますから、福祉課の課長がですね優先順位はつけていかないわけですね。だから福祉課としてはやっぱり自分の思いをですね十二分に喧嘩をしろとは僕は言いませんけれども、私よく喧嘩をしておったんですけどね、財政分野と。ところがその私はそうしろとは言いませんけれども、やっぱり自分たちの思い、現実のですね町民の皆さん方の思いをですねやっぱり代弁をしていくのが所管課長であるというふうに思うんですね。一つ頑張って努力をしていただきたいというふうに思うんです。それとですね子育てについて、前回私もですねこの前前回でございませんが数回前に保育所のですね第二子のですねを無料化をしていくべきだと。その時にですね平成26年度で、福祉課長約3500万ぐらいだったろうというふうに思うんですね。そのくらいかかりますのでね、かかりますけれども二子を無料化をしていくべきだと。これも子育てのもう最たるものなんで、この保育所というのは。その時に人口減、この町長はですね西をですね無料にして人口が増えるんでしょうかと、こういう発言をですねされましたけれども、やっぱりこの今の医療費の問題にしましても、保育所の保育料の問題にしましてもね、やっぱりその時代はですね、そのお子さん方を持っておられる時代はですね非常に厳しいわけなんですよ。したがってですね、子育ての環境整備なんですね。したがってそういうことがうまくいくとですね、人口もどん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 ですね増えていくというのはですね、大村氏がそうじゃないですか。大村氏が平成9年からね、して状況もありますけれども、しておられば、どん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 長崎県で今人口増えとるのは、あえて何人か増えておりましたけどね、長代、それで佐々。大村市なんですね。そのくらいなんですよ。他全部減っとるわけです。だからそういう条件整備がね整っていくと、人口が増えるんでしょうかということじゃなくして、人口を増やすためにはですねそういった条件整備をしていくべきだと、こういう考え方に町長は変わるべきだと、考え方をですねそういうふうに思うんです。したがってぜひですね今年度はそこまでいって、若干の昨年ですね町長の決断で保育料の減額を若干こうされ調整をされましたけれども、やっぱり先ほど言いますようなこともですね、南島原氏が何ですかそういう方向になったように報道があったようでございましたけれども、ぜひですね考え方を若干変えていくべきじゃないかと思うんですが、町長の答弁をいただきたいと思います。吉田町長。今議員がおっしゃるようにいろんな形で、便宜を図っていくということが大事だと思うんですよ。ただ長与町としては、今やっておりますのは保育所を整備というようなことをですね、やっていかんといかんなということで、こういった形でおります。それから放課後児童クラブ、そういったものの充実というようなことでですね、いろんなところでいろんなお金経費がかかります。
で、先ほど申し上げましたですね、まあ、日誌の無料の時に私が話をしましたことは、そのいわゆる日誌を無料化することによって果たして本当に皆さん子どもを産もうという気持ちになっていただくのかなということを考えた時に、まあ、いろんな要素があるんじゃないだろうかと。例えば生活環境とか自分の仕事の問題とかいろんな問題があって、生活環境の問題もありますでしょうし、そういった中で、一つあるのかなと。まあ、議員がおっしゃっているようにそれも確かにあると思います。今おっしゃるような形のものもあるかと思いますけども、まあ、そういった形で若い人たちが入ってきて、たくさん子どもを産んでいただいて、そしてそこで立派に育っていただくということが我々の主眼でもございますけれども、その中で、まあ、今、そういったものもの申し上げましたけれども、保育所の整備でありましょうとかですね、いろんなまたやるべきことがたくさんまだあるんですよね。そういったものもですね、合わせて検討しながら優先順位をつけながらですね、やっていっているというのは今の状況でございますので、一つその分をご理解いただければなというふうに思っております。柳中議員。また今後ですね、十分こうお考えいただけば、町民の皆さん方の期待もですね、もうだいぶ私もお話を聞きましてね、実態はそうだなというふうに町民の皆さん方の切ない思いがですねあるようでございますので、ぜひご検討をいただきたいというふうに思います。時間が出発まってあと5分になりましたけれども、早く終わろうかと思ったんですが、長くなって申し訳ないんですけれども、図書館につきましてですね、この前1月の4日の新聞、これは切り抜きを調整を見られたというふうに思うんですよ。僕はここに持ってるんですけどね、ここは都議津長代が載った新聞です。これはですね、やっぱり新年に向かってどういう、まあ、拡張自治体がですねあるのかなと、あるいはその期待を込めてですね記事だろうというふうに、そういうふうに思うんです、この記事はですね。ところが長屋の場合を見ましてね、拡張拡市ともですね、ずっと私見とったんですが、ああこういう問題があったり、あるいはここに力を入れておられるんだなというふうに住民は見るわけです。ところがですね、何度書いてあったと思いますかね、総事業費上限20億を見込む一大事業建設用地として、えのきの穴土地区画整理住地内の土地を15年度内に取得予定、肝心の建物については予算確保のめどが立たず実現までの長期化が懸念する声が広がる、こう書いてあるわけです。これはですね、誰かがコメントしなければ20億というですね、勝手なことは記者もですね書かないだろうというふうに思うんです。これ誰か20億円かかりますと誰か言ったんでしょうか、お尋ねをまずしたいと思います。鈴木副町長。今ご指摘ありましたけども、我々も取材受けた記憶はございません。ただ議会の中での答弁等々でそのように書かれたのかどうか、ちょっとその辺はもう記者の方等々と協議なりお話をした記憶はございませんので、ちょっとその辺についてはお答えできかねます。柳永議員。分かりました。いろんな情報を得てですね書かれたかもしれませんね。ところがですね、最後に近くなりましたけれども、この前の12月の議会で私ですね申し上げて、討論で申し上げたんですが、4、5点申し上げましたですね、建設財源の確保へですね努力をしていくべきですよというのが一つ、それと